県出身のサッカー選手、サッカー指導者。選手時代は、本田技研サッカー部でプレー引退後は、本田技研サッカースクールコーチを経て、1991年から2001年まで、ジェフユナイテッド市原で、各年代コーチを歴任。2000年と2001年には監督代行も経験した。二千二年からは、日本サッカー協会強化スタッフとして、フィリピン。 グアムに派遣されて代表監督を務める。2005年からは名古屋グランパスエイトでユース年代の指導にあたり、2008年からはトップチームのコーチに就任し、シーズン終了後退団。2009年、日本サッカー協会から北マリアナ諸島へサッカー代表監督として派遣される。2010年1月1日、J2 に降格したジェフチバのテクニカルダイレクターに、 就任。翌2011年、前半戦は首位にも立っていたチームが夏場以降に失速すると、10月21日に監督のドワイト・ローデベーヘスが解任されたのを受けて、公認となり、初めて監督として指揮を取ることになった。しかし、ドワイト体制末期からの得点力不足を解消させることができず、20チーム中6位に食い下がったもののチームを J1 に、 導くことはできなかった。2012年より、千葉のテクニカルダイレクターに復帰。2013年、タイに渡り、当時ディビジョン1のナコンラーチャシーマーマツダ FC の監督に就任。滝正美に続いて、タイリーグ二人目の日本人監督となる。翌2014年シーズンにリーグ優勝を果たして、タイプレミアリーグ昇格を決める。2016年に、 ナコーンラーチャシーマー監督を退任してからは、チェンマイ FC、ウボンアントユナイテッド、ノーンブアピッチャヤ FC、コーンケン、ユナイテッド FC で指揮を取った。コーンケンユナイテッドでは2020から21シーズンのタイリーグ2で昇格争いに絡んでいたが、シーズン終盤に未勝利が続き解任された。2021から22シーズンは、ラヨーン FC の監督を務める。 神戸は1989年にフットサル日本代表としてオランダの1989フィファフットサル世界選手権に MF として出場した。ありがとうございます。